救助隊の息の合った迅速な救出をお願いします。現在、在庫建物の右側では、救助という方法で救出を行っております。
場所や緊急性などの判断し、売買の再開の救出方法を選択します。ここで活動している人たちの情報を紹介します。この現場の総指揮を決定するのは国王大会会の会長です。近年連携する自然災害への対応力を強化するため令和4年2月に発売した機体です。一番初めに試乗した車両電池系機関車はあらゆる地形を走行することができ、この可能性を利用し、いち早く現場に入り災害会場の観測情報収集を行うことができます。建物の倒壊や土砂崩れなど大会経済に関連し、消火、救助、救急活動が同時に行われる機会として獲得しました。左側は高層建物をご覧ください。救助隊員が続々と救出していきます。救助用エアロバを使って斜めロープブリッジ救護という方法で地上を救出します。地上に到着するまで一瞬まで放送されたためご注意ください。消防隊の一斉放水により無事に火災を消し止めることができました。